い、どうも、りょうへいです。本日も、モンタナスポーさんに来ているんですけれども、撮影日が5月の22日。本当は今日撮影なかったんですけれども、モンタナさんから耳寄りな情報をいただきまして、急遽撮影をしております。それが、本日入荷した2つのグローブなんですけれども、こちら、限定品のグローブとなっております。なので、申し訳ないんですけど、もしかしたら、即完売しちゃってるかもしれないんですけれども、限定品で、グローブオタクと言ったら、取らなきゃいけないだろうと。ということで撮影に来ております。それが Z の限定のグローブになります。そのグローブがこちらね。はい、まずは源田選手の限定品と今宮選手の限定品のグローブとなります。まずじゃあちょっと源田選手からご紹介させていただきます。こちらなんですけれども、今の Z のカタログに乗っかってるかなの源田選手のカラーリングと一緒かなと。去年このバスケットの部分とか指の端の部分、外側、小指親指の外側の部分が、これはネイビーなのかな、黒じゃないんですよ。去年のは黒で出てて、今年のはネイビーで、完璧に去年の源田選手が使ってた、今年ももしかしたらこのカラーリングかなって使っている源田選手モデルとなります。これセブファンからしたらたまらんですよ。本当に僕は1年間ずっとこのカラーリングを使っている源田選手を1年間見てきたので、それとね、全く同じカラーリングのグローブを使えるなんていうのはもう最高じゃないかなと。普通の源田選手モデルとちょっと比較しようかなと思うんですけれども、こちらが普通の源田選手モデルで、はい、限定品です。分かる人には分かるかなっていう、何かが違うんですよね。同じ源田選手モデルの、それがラベルの位置なんですよ。こちらの限定品の源田選手モデルはベルトのところにラベルがついているのが特徴となってます。もう一度比較ですね。通常の源田選手モデルは親指より、こちらは普通にベルト部分に、その他はまあ片輪の特徴は特に変わりはないのかなと。源田選手小指で使ってるよみたいな情報も聞いたことがあるので、もしかしたらこのグローブかなとは思うんですけれども、これなんか普通に使った方が良さそうだなって感じはしますね。広いポケットで公式用かと思うぐらいカチカチです。じゃあ続いてもう一個の、こちらが今宮選手モデルとなってます。こちらは去年の年末に僕が買った今宮選手モデルとのちょっと色が変わってくるグローブで、以前は黄色とローズブラウンだったんですけれども、今年はグレーとローズブラウン系の色で、襟側はみ出しがクリーム系のブラウンド系の色と、今年もどちらかというと黄色系のグローブを使ってたような気もしなくはないんですけれども、もしかしたら、まあ、今年ちょっとずつ使ってるのがこっちのカラーなのかなと。すいません、ちょっと僕の情報が足りていないので断言はできないんですけれども、っていうカラーリングですね。でまあもう型の特徴は源田選手とは正反対っていう、完璧なボックス型、深く掴むようなグローブとなってます。僕が買った今宮選手モデルもかなり片付け時間かかったんで、 Z さん皮硬いんで、はい、すごいいい皮ですね。こちらは変わらずかな、親指寄りにラベルがグローブとなってます。こちらのグローブどちらもお値段がちょっと高めなんですけれども、39,600円となってます。限定品なんで高くて、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、まあでも言うたらね、プレミアもんですからね。いやー、これ買ったらいい買い物ですよ本当に。はい、ということで本日はこちらの源田選手の限定品と今宮選手の限定品のグローブ2つのご紹介でした。まあもう Z 好きには本当にたまらないようなグローブですし、 Z 好きじゃなくてもグローブ好きの皆さん、カラーリング的に草野球の方しか使えないとは思うんですけれども、欲しいなと思ったらすぐに買いに来てもらえば、まあもうちょっとだけなっちゃってるかもしれないですけど、まあ、だとしてもまあ他の店舗さんとかでもあると思うので、まあそちらの方で、随時いろんなお店をチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの源田モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、源田グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です。まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人そういくか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ
たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますのでぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Yeah.